サラリーマンってやっぱり事業感覚が弱いねっていう見方をする銀行も増えてきてるんですよ。個人事業主または経営者にしか貸さないっていう銀行もあります。インタビューいろいろさせていただいて、話聞きながら、不動産として魅力的だなって思いましたし、僕自身もちょっと興味持ってやってみたいなって思ってはいるんですけど、まあ実際個人事業主で、まあ事業立ち上げて今3年目なんですけれども、まあね、当時は本当に黒字で出してなかったりとか、まあ経費でいろいろ落として、なんだろう。本当に黒字じゃないんですよね。はいはい、わかりますよ。状況の中で実際にこう融資を降りないんじゃないかとか、はい、まあ今別事業やったりとかこう収入源はあるんですけれども、実際にこの状況の中で不動産投資を始めるっていうのは可能なのか、まあサラリーマンの方に比べたらかなり不利なんじゃないかという意識があるんですけれども、まあそういう意味で言うと結構今時代が変わってきていてですね、本当に前はね。サラリーマンっていうだけでサラリーマンを飛び抜けた形で融資を受けれたんですけど、今はですね銀行によるんですけど、サラリーマンよりは事業をやってる人がいいっていう見方もあります。あ、そういう銀行もいらっしゃる。ありますよね。なぜかというとサラリーマンってやっぱり事業感覚が弱いねっていう見方をする銀行も増えてきてるんですよ。なるほど。やっぱそうですよね、サラリーマンって。やっぱりただ単なる本当投資みたいな、お金だけ出してあとは何もしないよ、知らないよ、だってやっぱり銀行も困るんですね。でもそれよりもやっぱり個人と言いながら事業やってるじゃないですか。その感覚持ってる人の方が銀行からすると、変なようにならないんだろうなと。やっぱ不動産投資と言いながら不動産事業じゃないですか。事業関係を持ってるのがいいんですって。あ、いや、そういう方に向けた、そういう方に対して評価をしてくれる銀行も中にはいらっしゃるということですね。ありますね。銀行もね、本当にタイプが最近ますます、前からもうね、銀行によって違ってたんですけど、融資姿勢は。最近ますますバラバラになってますね。私っていうところだと、ちょっと銀行も言えませんが、個人事業主または経営者にしか貸さないっていう銀行もあります。はい。面白いですね。あ、面白いですね。まあでも少数派ですよね。どっちかというと。あ、全体からすると少数派です。ですよね。はい。まあ全体で見るとサラリーマンの方がもちろん融資っていう部分に関しては有利だけれども、まあ個人事業主だからだとか、ちょっと今まだね黒字決算出せないなっていう状況であったとしても諦める必要ないというか。そうですね。実際でも融資の額ってやっぱどうしても。限られてくるんじゃないかなってイメージあるんです。あとはやっぱ物件によるんですよ。物件の評価を受ければそれは担保になるので。ああ、なるほど。だから自分がどうだ、自分が融資どれぐらいかってね、関心ねあると思いますけど、自分だけじゃないので、物件とセットでこの物件で A さんだったらいくらって言ってたんで、だからやっぱりそういった銀行評価の出るような物件っていうのをね、ちゃんとセットでやんないといけません。じゃあ複合的に見ていかなきゃいけない。ああ、おっしゃる通りです。例えば自分一人じゃなくて自分と銀行と、そして物件と、これがこの要素がうまいこと絡み合った時に初めてこういい不動産投資ができる。まああとはもう一つやっていい不動産業者。あ、そうですね。はい、やっぱここが一番やっぱ大事なんで。管理会社。管理会社っていうのは買った後の、買う前の不動産仲介業者と言ったらいいでしょうか。いい物件見つけてきて、まだ融資先もちゃんと持ってて、そして A さん向けにはこれがいいでしょう、どうですかって全部やってくれる人です。そういうご縁も必要なことなんですね。絶対必要です。自分で物件を探してくる不可能ですし、自分で銀行交渉まず不可能です。あ、そっかそっか、その辺も。はいはい。じゃあある意味、まあ僕みたいな、まあ素人でどうしていいかわからないっていう人であったとしても、ご縁によって。はい。可能になってくるっていう。そうですね。はい、そうですね。ちょっと希望が湧いてきました。またやっぱ決算の話ありましたけど、やっぱ決算はやっぱり良い目にしてた方がいいですよね。税金節税も大事ですけど、節税以上のリターンが不動産投資から得られるんで、なるほど、はい、そういう視点で事業をやっていく必要がありますよね。おっしゃる通りです。はい。融資を受けるためには、まあどうしても個人でビジネスしてると、特にこう節税の部分だったり、はい、できるだけこうそういう税金を少なくっていう視点でされてる方多いと思うんですけど、含めてちょっと不動産投資っていう視点を持つと、はい、違った形になってくる。はい、そうですね。はい、そうです。はい、はい、はい、ありがとうございます。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。私の LINE アットでは YouTube では配信していない不動産投資ノウハウについてお伝えしています。また不動産投資極秘ノウハウの動画13本とセオアドバイス、これらの2大特典を無料でプレゼントしています。詳しくは動画説明欄をご覧ください。